それでは振り返りという技をお見せします。披露しますのは高森隆と篠田隆情報大隆です。これは隆情と隆情が向かい合って立ち、お互いの拳に鷹を呼ぶという訓練です。一見すると単純な技に見えますが、非常に大切な訓練の一つとされています。大鷹は末前と呼ばれる調教の担当者にいずらになりやすく、他人の顔を見分けることができます。この傾向が強くなりますと、人見知りのようになり、他人に据えられるのを嫌がるようになってしまうことがあります。見事成功しました。見事成功しました。このように鷹は狩りをするときに低空を飛びながら地上に降りている鳥に気づかれないように近づいて捕らえることがあります。このように風を受けずに低空に飛ぶには高い筋力が必要で、若くて筋力の低い鷹は飛びながらこのような動きを身につけていきます。以上で振り返りを終わります。ありがとうございました。次に渡りという技を行います。披露いたしますのは篠田隆情報大鷹です。これは立ち木に止めた鷹を鷹情の拳に呼ぶという技になります。見事にタツキに鷹が止まりました。今勢いが良すぎて違うタツキの方に止まっていきました。あちらのタツキに止まりましたので、篠田鷹情報がそのまま無事に鷹を呼び戻します。狩りでは獲物が出たときに鷹を放ちますが、見事成功しました。以上で渡り終わります。ありがとうございました。それではここでお客様に鷹匠体験として、先ほど鷹匠が披露しました振り返りを体験していただきます。振り返りは鷹匠同士が